チェコ人さん若干野球にハマるド派手にはまってるやん思ったよりええやんピッチングに関してはサッカーと同じで的当てみたいなもんやし分かりやすいやろなええことやん楽しそうで何より微笑ましいわね佐々木隆起の球打ち返すアマチュア集団やからガチったら強くなるやろなやっぱ WBC って神だわマエストリみたいなの出てこんかな WBC も野球に貢献しとるんやな 夏の甲子園を見せてやってほしいわこういうのでいいんだよ普及引退後指導者やなくて野球の普及で世界回るレジェンド出てきてくれへんかな今回の WBC の野球好きなやつらが集まった勘好きだったチェコは投擲競技強いからいいピッチャー出てくるかも160キロの球が直撃したテノのが見出しとしてインパクトあったらしいから佐々木朗希はチェコの野球普及に貢献したんちゃうか 登録よろしくお願いします。